またまかじまちです。今日は前回のねマイクラでね後ろのねショーゴ作りました。ででその前回の動画のコメントで何を作ったがいいとみんなに募集しました。その結果今日作るのは畑を作ります。わちょっと待って、小島町の家の前何やってんの。ちょ、そこの人たち、小島町、なんか馬の家になってる。あ、どうも。小島町のお家なんだけど。なんで我が物顔でしょこんの。入れないじゃん。まあいいや。あとで来てやろう。さて、畑ですね。食べ物がないと生きていけませんので、大事なところです。あ、畑あっちゃん。あ、これ完成でいい？いや、でもかっこよくないな。今回、おしゃれな畑を作りたいので、お客さん来てますよ、おばちゃん。あ、いや、お客さん。守ってくれてんだ、あの馬。あ、じゃあ食べるのやめとこう。いいやつだった。で、畑をどこに作るかですよね。全体的な図はこんな感じなんですよ。なので、後々この村も解体します。あの小島町がタワーを作ってそこに住ませますので。なので畑ちょっとこの辺切り開こうかな。よし、じゃあこの辺切り開きまーすので、帰った。じゃあ早送りにしよう。みんな見せてやろう小島町のこの朝食。あ下手くそやった。あめんどくせえ。はーい、なんとなく整理してみました。こんな感じでございます。んでこの上に畑作ろうかと思ってるんだけど、ちょっと狭いかな。どうだろう、まあ、畑ぐらいならこんくらいでいいかな。よいしょと。まずは、どのくらいのサイズにするか決めたいので、まあ、原木で周りの場所決めようかな。どれにしようかな。畑っぽいやつどれ？これ？これにしよう。これを目印。ん？猫？あ、どうも。猫ちゃん。どうもどうも。とりあえずこれが隅っこにします。1、2、3、4、5、6。間5マスでいいかな。で、ここ入り口にします。1、2、3。はい。1、2、3、4、5。お、ぴったり。ここ入り口にして、ここに何かゾーン作って、もう一個ここにゾーン作るっていう感じで、4種類の作物を植えれるようにしようかな。広さはこんな感じかな。こうやってみると、わかりやすい。これが初等枠です。で、その後、この間を、柵か、なんかで囲むと思うんだけど、柵だと普通じゃん。なので、草とか、葉っぱで侵入してくる。ゾンビとか。この辺でなんかやろうかなと思ったけど、あ、おしゃれなやつ発見。ツツジ。よし。このツツジちゃんおしゃれだ。これで、柵の代わりにできるかな。多分大丈夫でしょ。あ、でもこれだって動物とかをいたときは逃げていくので、まあ農場だからいいや。よしよしよし。これどう？おしゃれじゃない？これが柵の代わりです。まあ農場だから大丈夫。動物だとちょっと問題あるかもしれない。動物だとこれ2つにすればいいんか。ああ。あれ？また1個ジュレとるやん。あんたすぐ1個ジュレるな、ここ。よし。で、ここでツツジの葉っぱを植えていくと。これで、ある程度の初等枠が埋まって、で、ここに何か着物、あれ？一個ずれてるくね？ 1、2、3、4、5。1、2、3、4、合ってんね。なんかずれてるように見えるな、気のせいか。で、これで、4種類の作物を埋めようかと思います。でもなんかおしゃれじゃないな。じゃあちょっと高さ出して、ここに柵を置きましょう。上に。柵使うんかいって思った人。ごめんな。高さを今1段だけど2段にしましょう。2段にしたら動物もね、変えます。これ上に柵を置けるかな？柵は、あ、原木の色に近いのにしよっか。これかな？頭皮かな？あ、置けないわ。
置けるんかい。置けるわ。あー、ちょっと石と混ぜてみよっか。あ、レンガの方が合うかな。ちょっといろいろ試してみましょう。どれが合うか。これもクリエイティブ良さ。おー、ゲートのパターンは？お？お？ちょっと待って。今、こっちはどういった？これゲート？ちょっと待って。なんか新しい発見してしまったぞ。お？これちょっとレンガの色微妙だな。え、なんかおしゃれ。なんか、あ、落ちた。ちょっと待って、ちょっと待って。え、なんかおしゃれじゃない？ちょ、レンガが色濃いに、あんた戻るん？何今の段車のやつ。ちょっと待って。もう一回置いたら治る？白い方がいいかな。白い方が、明るい方がいいのか。これ置いたら戻ってよ。お、来た来た、これこれ。あ、ちょっと邪魔。え？おしゃれじゃね？え、これ良くない？これなんだっけ？石の、柵に、ゲート、で、フェンシュ。で、こんな感じできるんだ。おお。で、ここに、松明かなんか置けばいいんじゃない？上。ランタンでもいいけど。ちょっとこれで一回囲んでみましょう。やっぱいろいろとね、やってみると、いい感じになりますよ。将来的に。ほら。ほー。あ、投げちゃった。ええやん。はい、とりあえず全部埋めましたので、ここかな、下は畑にしていきます。真ん中は道にして、ここに柵入れるかな。柵よりも道にした方がいいな。よし。で、ちょっと掘ります。はーい、今一段掘ったんだけど、畑ってさ、確か水いるじゃん。なので、下に水を撒いときたいですね。水路作るぞ。もう一段下掘って、水入れて、上に土をかぶせましょうか。そっちの方が良さそうですね。じゃあもう一段掘ろう。はい。もう一段下掘りました。こんな感じね。はーい。で、水を撒いて、上に土かぶせる感じでいきます。あ、で、この海のランタンってやつもあるので、これ置いて光らしよっかな。で、水ジャバーします。あ、間違った。これ下だ。ここじゃ。はい、ジャバー。って感じでやっていきます。これ水流ってあった方がいいかな？なくていいかな？なくていいか。で、小島町やりたいのは、さっき道作るって言ったじゃん。それをガラスにしようかなと思ってる。ここね。ここの道をガラスにして、この水の流れを見れるようにしようかと思って。どこが足りてないんだろう。ドバーって水入れまくれば治る？あ、治った。オッケー。ほんで、魚放流しよう。魚。あ、ウッパルパーン。ウッパルパーン。熱帯魚。よし。あ。じゃ、ウッパルパーン。はい。でかいの思ったより。あんたそんなでかいの？あ、じゃ。まあ、熱帯魚は、思ったより熱帯魚も大きいな。こんな大きいっけ。ごめんね。これ食べる？あ、食べた。これ、共食いされる？もしかして。共食いされる気がするけど。まあ、いっか。ランタンどこに置くかだよな。とりあえずここに道を作るので、まあ、この辺に行こう。置いとく？あ、ちょうどいいかも。ちょうど道のところだ。これ一個でいいかん。これ一個でいいかな。あれ、食われてるくない？ちょっと待って、あんた。食べている？知らない。よし。今にあしこにおるよ。あしこにいますので。じゃあ一回ちょっとガラスはめるか。私はこんな感じで道を作ろうと思ってます。どうでしょうか。で、これで道作って、で、ここにも道作る。で、あと畑にします。OK。
さっき何しようかね。よいしょと。あ、間違った。はい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 。こんな感じです。間違ってガラス割りそうな気がする。中核するとき。大丈夫かな。これで全面、こうやって畑にしていきます。あれ水下にやってるけど、乾いてんな。とりあえずこれ埋めていって、ここちょっと水の中だったもんね。水が足りてない説があったのか。なるほどな。あ、ダメだ、乾いていってる。あれ、下に水入れればいいんじゃねえの。あ、なんか湿っていくやつと乾いていくのがあるんか。まあ、とりあえず置いてみるか。はーい。置いた結果、こうやりましたので、ちょっと解除しまーす。あ、そうなんのか。あー。はーい。雨の中の小島っちでーす。一応畑できたかな。あ、いけたいけた。ツツジの下を水にしました。それで濡れるようにしましたのでね、今から作物を植えていきます。何しよっかな。一応4種類植えれますので、かぼちゃ、スイカ、ビー、あれ？これだけしかなかったっけ？あ、そう。小麦はいるよな。よし、小麦を植えましょう。バンバイに。はい、植えました。こんな感じですね。じゃあ、あとなんか寂しいなって思って、屋根つけようかなと思ってます。屋根ね、上にヒューってやっていく。はい、それでいこうかと思います。屋根はフェンスでとりあえず高さを決めましょう。まずそっからや。この高さかな？狭いか？これぐらいあればいいか。3つですね。1、2、3。あー、レンガとか石とかでもいいけど、今回木でやります。1、2、3。1、2、3。1、2、3。はい、今こんな感じでね、柱作りました。あとはハーフブロックで周りを囲もうかと思うんだけど、この道のところは屋根しなくていいかなと思ってます。使うハーフブロックは、どれにしよっかな。木で揃えちゃ、いや、レンガ。レンガおしゃれになりそうだけどね。ちょっと考えてるやつに合わなさそうなので、このジャングルのハーフブロック使いましょうか。こんな感じ。あ、あ、畑ちょっと乾いてんね。ちょっと改良する必要ありますね。で、ここを囲みまーす。ぐるって囲んでくるね。はい、今囲みました。で、これどうするかというと、ま、トラップ糸輪かなんかで屋根できんかなと思ってます。ちょっと透かす感じね。トラップ糸輪で、あ、これは、あ、これちょっと隙間ないね。隙間が割とあるやつは普通のトラップ糸輪かな。で、これトラップ糸輪で、こうやっていこうかと。あ、つなげられない系？あ、トラップ糸輪同士つなげられないか。じゃ、ちょっと別の方法です。トラップ糸輪同士はダメないので、これ焚き火をね、消せばできるらしい。で、どうやって消すん？消し方知らない。水かな？あ、やべえ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 。あー、畑か。畑がひどいことになっちまったぜ。まあいいや。これ今ちょっと調べたら、焚き火の消し方は、シャベルを持って、右クリックで消せるらしい。あ、もうちょっと消してた。これを上に置くかな。これね。トラップドアみたいに透かしが良かったんだけど、できないので、これでいきます。これをまた一面に敷き詰めまーす。よーし。なんという地獄絵図。この状態で、石のシャベルを使っても石じゃなくていいんだけど、右クリックすれば消えます。おー、知らんかった。みんなどうやってんだろうとは思ったけど。これなんか橋を作るときとかに、これ、焚き火使ってる人多いけど、屋根に使うはいるんか。でもなんか、ちょっと透けて見えるかな。ガラスの方が良かったかな。ちょっと悩みますね。これはみんなのコメントで変えましょう。いや、本当にトラップドアみたいに透かしでやって、上から太陽の光が畑に落ちるみたいな。そんな感じにしたかったんだけど、これどう？
あ、ブロックが微妙な気がしてきた。ハーフブロックが微妙じゃない？なんか燃えてんな。あ、おったんかい。ほい。あ、なんか向きが違う。あ、向きが違う。え、そういう向きあんの？そこまでは小島って知らんかったよ。まあ、いっか。イメージこんな感じですね。ああ、お客さんが来た。よかった、クリエイティブで。ね、こんな感じになる予定です。どうですか、たくみさん。いいね。畑が乾いてるのが残念。ああ、そこはしょうがないな。わかりました。後で直しておきます。まあ、こんな感じにする予定です。このブロックが失敗だったか。一気に全部やるよりも区画でやった方がいいのかもしれませんね。小島町全部一気にね、周り囲んでとか言ったけど。それよりも、ちょっとこの区画だけやってみて、色合いを見た方が良かったかもしれません。ちょっと失敗。よし。これ雨降ってきたけど、焚き火で消える。消えなさそうですね。な、たくみ。そうですね。おー。水がなくなりましたな。あそこちょっと妖怪像ですね。はい、こんな感じで全体植えました。まあまあ畑、あー、いいじゃん、畑なっとるやん。で、ここにまあ一旦ランタン吊るす下げようかな。ちょっとシャンデリア的なのやりたいけど、小島ちそんな技術なかったのでまたフェンス活躍しすぎじゃない。フェンスで、ここつないでランタン吊り下げれば。あ、違う、え、起きないじゃん。まじ。あー、畑が全滅してしまった。はー、ピエ。あ、いけた。で、ここに、ランタンを吊り下げよう。あ、これちょっとシャンディア思い出したかも。こんな感じじゃない？これ。これにランタン吊り下げようかな。こんな感じ。ちょ、高さがあれか。こっちの方がいいか。で、すると、こっちの方がいいね。はい。おー、ええやん。ね。ええけど、問題は畑ですね。畑の水分不足が問題でございます。下に水引いてもダメだったっけ？道あるんだけどね。これでいけるかって思ったけど、いけないので、まあ、しょうがない。水入れましょう。これが一番手っ取り早い、まあ、解決方法ではあるけど、ちょっとコメントで誰か教えてもらおうかな。なんかいい感じの水の巻き方あったら教えてくださいということで。これでできると思うんだけどね。できなかったわ。残念。真ん中この辺か。よし。ねえ、できると思うよね。できないんだってよ。よーし、こんな感じかな。できましたー。おお。悪くないのでは。ちょっと上が寂しいかな。この辺、柵つけて、なんかおしゃれにできそうな気はする。お花つける？下のツツジを上に、いや、だって重いかな。あ、木を生やす。でも暗くなるね、下。あ、難しい。という時は、コメント。みんな、こっからさらにおしゃれになる方法あったらコメントでよろしくお願いします。こんな感じなんですけども、なんかね、上は今こんな感じになってます。まあ、二段畑にするっていうのもありだけどね。はい。ジュルー。あとは畑の水分補給の方法と、他に作ったがいい建物とかね、そういったのを募集しようかと思いますので、ぜひコメントしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。それでは、ねえねえねー。